これからね、プライベートしてくれます。山北エンジンはですね、ロキソン。Thank you.
はい、今笠井さんの方から見事なフライトを見ていて、当時がよみがえるというコメントをいただきました。本当に素晴らしい、冷静なフライトだったと思います。皆さんどうぞ拍手をよろしくお願いします。